高校野球夏の大会に今年もやってきましたいやーいいですねということでライトスタンドに来たんですがと言いたいんですけども実はこれは違います4ヶ月前のね2023年の3月の春の甲子園に行ったんですけどもいや実は私ねこれ久しぶりだったんですよこれなんで久しぶりかと言いますと外野席のこの 指定席化ですよね有料化、このね凄まじい解約に腹が立っていて、も本当に不快な思いをしたので、もう二度と甲子園なんか行くかボケーと思ってたんですが、やっぱり行きたくなってしまいまして、4ヶ月前に行きました。あここれれ見てくださいねこれね赤分かるでしょ 実は最初、私、あそこの指定席を妻と一緒に行ったんですが、2席指定されちゃったんですよ。見てください。人が密集してるじゃないですか。ところがね、向こうを見てもわかりますし、私の座ってる席もそうなんですけども、ガラガラって誰もいないんですよ。なんであんなとこに押し込められなくちゃいけないんだということになりますで。これは春だからまだいいんですけども、夏の甲子園であんなとこに押し込められたらね、外にも出れないわ、暑いでどうかなっちゃうと思いませんかね。それででもももううこの時はもう来たんですけどももう絶対 二度と行くかボケーって形で、ね、私はもう二度と行くかと思ったんですけども、えー、ところがですねやっぱりねしばらくすると行ってみたいなと思うようになってしまいましたそしてこれがね8月の10日の北海対大,大分の、うん、これはね明宝高校なんですけどもたまたま我が家が北海道に縁があるもんですから今日北海やるなとちょっとテレビ見てみようと,と思ってみましたらライト席がほら。 ガガラガラになっているんですよだからねライト席を見て我が家から30分もせずに甲子園行けるもんですから今から行ってあそこに座ったらラッキーじゃねえのかとあそこ取れるんだったら行ってみようじゃないかということでこういやもう妻と話しましてねじゃあ行こうかってことになったんですところがねその場で取りますと、えー、妙な席を割り当てられちゃうもんですからこういう形でネット とねを見たんですよ、はい。これ知ってますかね、高知家とありまして、ネットで取れるんですよね、はい。こうやってどんどん進んで、8月10日のところをクリックしていきますと、今度左下出ますけども、はい、この赤枠ですね、ライトを外野指定席上段ということでこれ、ね、上段と下段を指定できるんですよ。700円と。 で指定ししてみましたと,ということで私はどこになるか分かりませんけどもとりあえず空いてるところに行けるんじゃないかと期待しましたでそうしたところ、はい、こうやって順番に取っていくんですよあそこに枚数選択あるでしょで妻と2人ですからこうして、えーね、2枚のところをクリックしてこ選択してそしてこの枚数選択して押してみますと、はい、こうなります で座席を確保するというところを押せばねバーンという、ね、数字が出て,出て何十段目の何番で出るんですけどもまあこれをね押してみましたするとね51段52番と53番で出てるでしょ ここをね指定されちゃうんですよでこれはねえ、間違いなく冗談であることは確かなんですけども、空いてるかどうか、私は右側のポールギアに座,あの座りたかったんですけども、これどこかわからないんですよ。ということで、ネットで調べてみましたら、案の定です。この左側見てください、21番ゲートから入ったとこの赤丸なんですけども、 左側のネズミ色のところがこれはバックスクリーンになります。私が行きたかったのはもっと右側の方のポール沿いのガラガラの上の方に来てのんびり見たかったんですよ。でもこうなっちゃうんですよね。この場所ね、パッと見ててこれテレビで見て分かったんですけども結構混んでたんですよね。はい、そしてこれ右側にね、これも皆さんまだ時間ありますからやってみてください。細かく何十段目って書いてあるんですけども橋の席でもないもんですから中に押し込められちゃうんです。で、 これテレビ見たんですよこれがね一番詳しいと思ったものですからキャプチャーしたんですけどもはい次の画像を見ていただきたいんですけどもこの赤枠ですよね、さっき撮った席はこの赤枠の中なんですで上から2番目なんですけども見ていただくと分かりますけどもすでに人が、ね、いるんですよ。 で私がカウントしたところによりますと人がすでに座ってるんですね、まあこれは行けばどいてくれるんでしょうけどもひょっとしたら隣におじさんがいるかもしれないじゃないですか、でいっぱい席空いてるでしょ、あそこ指定されちゃうんです、だからこの画角の中で座るのであればあの黄色の枠のどっかに行きたいでしょ、これ普通じゃないですか、でも本当はあそこのライトスタンドのこの広大に空いているスペースを自由に使わせてもらいたいんですよ。 おかしいいと思いませんしかもさっきの映像なんですけども、これ今度見てくださいよ。あの上の方はまだ空いてますけども、下の方、ぎゅうぎゅう詰めでしょ。あの人たち団体なら別ですけども、そんなことないですよ。勝手に割り振られちゃって、みんなぎゅうぎゅう詰めになってんです。パッと後ろ見たら上に行きたいっていう人たくさんいるのが私、普通だと思うんですけどどう思いますかこれでもね、ぶち切れちゃったんですよね。で、試しに、これ、レフトスタンド側なんですけども、こちらの方も、 番号を取ってみようと思ってやってみましたら、やっぱりね、はい、このバックスクリーン沿いの方に予約されちゃうんです。で、これをキャンセルして、もう一回取りに行くんですけども、同じ番号が振られちゃうんですよね。結局もうここしかないんです。ということで、ね、私、諦めました。もう本当に腹立ってるんですけどね、もうやめたと、やめましたよ。とにかく甲子園はね、もう問題だらけでございます。 でまあそれは問題だらけなんですけども、えー、皆さんもやりませんこうやって高校出ますとねあどんな高校なんかなと調べてね偏差値ってどのくらいなんだろうなんてねこれ結構やるじゃないですかでちなみに北海高校私知り合いませんけども北海高校のねどんな高校か調べてみましたで入試入学ってあるでしょでこれ何書いてあるんだろうなと思いましたらねちょっと目疑っちゃったんですけど上読んでみますよ 令和3年度の一般入試合格ラインはどの程度になるのでしょうかと北海高校の入試は国数、シャーリーへ各60点合計300点満点で行われます。これはいいです。北海高校の合格基準は1、当日点を取ればランクにかかわらず合格できるもう1回言いますよ当日点を取ればランクにかかわらず合格できる。 あのね指定席の問題を私は今日話してたんですけどももう他にも問題だらけでございます。でね問題といえばこのバックスクリーンねこれ懐かしいでしょうもう8年前、9年前になりますか。 ネット裏のラガーさん問題、8号門クラブとありました。なぜか、このおじさんを中心にしたおじさん連中が毎日ここを選、ね、挙してしまって一般の人が座れないと、でこの人たちも先に並ぼうということで行くと、現場で威嚇したり、恫喝されたりと、そういう問題がありましたよね。こんなおかしいでしょでもこれが、ね、改善されたのはやっぱりネットのおかげです。 これ、SNS がなかったら、いまだにこの現象続いてましたよ。で、マスコミの中にはね、ラガーさんとかって、この人をね、えー、甲子園愛の結果だみたいな形でね、そんな風に持ち上げてた節もありますけど、これ、ふざけた話ですよね。まあ、懐かしいんですけども、これはこれで問題ですね。で、これが終わった後に、結局今は子どもたちがね、バックネットに陣取るような形になって、もう全くラガーさんはいなくなったということですが、でもね、 ここれはこれはででおかかしいいんんんすよ皆さん思いませんか私いつも疑問に思ってるんですけども子どもたちおかしいでしょこんなくっそ暑い時でこの年齢だったらねもっとはしゃいだりとかあとは暑いわけですから水をガバガバ飲んだりあとはね帽子を取って汗を拭ったりうちわでパタパタパタとかねやってね数あの量を取るこれ普通だと思うんですところが思いませんか この子たち、じーっと前を見つめて、横と離すこともなく、ひたすらね、まるで気をつけの姿勢みたいな形で、じーっとね、観戦してるんです。これ、ある人に聞いたんですけども、指示が出てるらしいですね、行儀悪いことは絶対にするなと、お前らテレビに映ってるんだぞというね、結局、これ、大人のね、そうした問題ある指示がね、あの出ているということです。だってそうですよ、何の指示もなかったら、この子どもたちね、もっと楽しそうにはしゃいでるはずでしょう。 もうねこれ聞いたときも本当腹が立ったんですけども皆さんもね疑問に思ったことありません絶対にこれはね私はおかしいと思っていますまあこういうね諸問題どんどんなくしてねでそもそも朝日新聞がこれやってるってことがおかしいんですよもういい加減しろ朝日とね言いたいです結、えー、論はなんかの違った話になっちゃいましたけども私としてはあこの動画の、ね、趣旨としてはこの外野の指定席の有料化と有料化プラス指定化ですよこれによって甲子園に行く気がうせたというね そういう話でございました。野球ファンの方、えぜひご意見をください。